燃料気化爆弾、燃料気化爆弾、燃料気化爆弾、フュエル、エアーエクスプロシブ、フェイ、またはファックスは爆弾の一種である。なお、日本では燃料が抜けて、単に気化爆弾とも呼ばれる。開発当初からアメリカ陸軍では、銅固性、フェイが使われてきたが、燃料でなく、専用爆薬を用いるなどの語彙変化もあり、サーモバリック爆弾、 サーモバリックと呼ばれることが増えてきている。サーモバリックとはギリシャ語の熱を意味するテルモスと圧力を意味するバルを組み合わせた造語である。研究は第二次世界大戦中のドイツで始まり、石炭庫と液体酸素を利用したタイプが試作され、クリミアなどの戦場やワルシャワなどの町戦で実験的に使用されていたが、軍事的に満足のいく実用性を確立しないうちに、 ドイツの敗戦によって研究が途切れてしまった。しかしその後アメリカで研究が再開され、1980年代にようやく実用化された。燃料気化爆弾は火薬ではなく酸化エチレン、酸化プロピレンなどの燃料を一時爆薬で加圧沸騰させ、ブレビという現象を起こさせることで空中に散布する。燃料の散布はポンプなどによるものではなく、 燃料自身の急激な藍変化によって行われるため、秒速2000メートルもの速度で拡散する。このため、数百キログラムの燃料であっても放出に要する時間は100ミリ秒に満たないと言われている。爆弾が時速数百キロメートルで自由落下しながらでも瞬間的に広範囲に燃料を散布できるのはこのためである。 燃料の散布が完了して燃料の蒸気雲が形成されると着火して自由空間蒸気雲爆発を起こさせることで爆弾としての破壊力を発揮する。都市ガスによるガス爆発事故のように爆明機の爆発は空間爆発であって強大な衝撃波を発生させ12気圧に達する圧力と2500から3摂氏レレレードの高温を発生させる。 加外半径は爆弾のサイズによって様々であるが、一般的には数百メートルと推定されている。広範囲に衝撃波を発生させるため、特に人体に多大な影響を与えることで知られる。ブレビという爆発現象による事故から、これを兵器に応用したものと思われる。近年では燃料ではなくサーモバリック爆薬と呼ばれる。 専用の爆薬を使用するようになってきている。音速で飛行する航空機からでも投下は可能。また一定高度にあるヘリコプターから投下するタイプが湾岸戦争などで使用され有名になった。最近ではロケットランチャーや携帯ロケット弾からグレネードランチャーまで幅広く装備が進んでいる。燃料気化爆弾の破壊力の要定は 爆速でも、濃度でも、高熱でもなく、爆合圧力の制圧保持時間の長さにある。つまり、TNT などの固体爆薬だと、一瞬でしかない爆風が、長い間、連続して、全方位ら襲ってくるところにあると言ってよい。燃料気化爆弾による傷は爆薬によるものとは、異なった様相を見せる。これは、燃料気化爆弾が、金属破片を撒き散らさないで、 爆風だけで被害を与えるためある。この間、2以降、わずか0.3秒前後である。TNT などの個体症の爆発と燃料気化爆弾などの気体症の爆発を直接的に比較することはできない。両者における爆合メカニズムそのものが異なるためである。具体的に個体症と気体症の爆発を比較すると、単位時間あたりのエネルギー発生速度という点では、 個体省の方が高くなるのに対して、重量あたりの発生熱量という点では、燃料気化爆弾の方が高なる。また、爆豪の電波は、個体省では、衝撃波による断熱圧縮によって電波するのに対して、気体省の爆発では爆燃によって電波する。そのため、爆豪の電波速度そのものは、個体省の方が速く、海面点に近い場所での爆豪圧力も個体省の、 方が強くなる。これに対し、制圧保持時間の点では、期待称の方が長くなる。このように両者は、物理的特性が相違するものである。従って、両者の兵器としての威力を比較するためには、最終的な対象物、例えば敵兵への影響を対比するしかない。破片による被害は少ないが、急激な気圧の変化による内臓破裂などを起こさせる。よく、 燃焼により酸素を消費し尽くして窒息死させると表現されているが、これは正確な表現ではない。人体は 1kgf センチメートル程度の爆風、イコール風でも急性無規範や肺充血を起こす。さらに、一酸化炭素を大量に含んだ酸素バランスが悪い、ガスが襲いかかってくるため、それ自体は致死的なほど重篤ではない酸欠と一。 酸化炭素中毒と呼吸困難を同時に起こすことになり、窒息死したような死体が出来上がるためである。また、機密構造でない粗末なゴーや、一般建築物に避難、隠得された兵士やミサイル車両、例えばスカットや、核ノドンの破壊には有効だが、木造建築物さえ、倒壊半径は殺傷半径の1、3であり、 機密構造の建築物ごと倒壊させて殺傷する場合、有効半径は1、6から1、3、5から12メートルになり、実行困難なほど多くの航空機や爆弾が必要になってしまう。つまり、所在のつかめない隠匿されたミサイルや火砲を絨毯爆撃で破壊する場合、フェイは従来爆弾に比べ効果の確実性がより高いとはいえ、依然完璧ではない。 崖けに簡易な横穴を掘って引匿したミサイル車両の破壊は従来爆弾では難しくフェイではある程度可能だが機密扉がついた堅固な横穴ならフェイでも中に引匿されたミサイル車両の破壊は困難である。また燃料に使われている酸化エチレンや酸化プロピレンはどちらも殺菌や殺虫などに用いられる薬品で日本では 労働基準法施行規則別表第1の中で、有害性が中度な有害物に指定されている。つまり、燃え残った燃料が大地に広がっただけでも危険ということである。一方で、同兵器を開発、保有しているアメリカでは、積極的に運用したがる傾向も見られる。特に広範囲に布設された対人地雷の処理には、この兵器による、 対象地域の一層が最も効率が良いと考えられている。なお、一部マスコミで、デイジーカッターを燃料気化爆弾と報道している場合があるが、別物である。利用するのが爆散する破片ではなく、強力な爆風であるという点は、デイジーカッターも同じだが、デイジーカッターは単なる巨大な爆弾であって、気化爆弾ではない。また、 真空爆弾と報道される場合もある。燃料気化爆弾は、酸素濃度の低下は、もたらすが当然、真空状態を作るわけではなく、不適切な故障である。また、燃料気化爆弾は周囲を酸欠にしてその場にいる、人間を窒息死させると言われることがあるが、厳密には上記されているように、急性無気配と一酸化炭素中毒と酸素分圧の低下による、 合併症にいる窒息死である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。